今日はですね、単位シリコンバッグ取り出し動術レーザー併用コンデンスリーチ包丁ですね、脂肪採取が終了しましたね、滑らかかつ、スタイリングを整えながら非常に綺麗な仕上がりになりそうです。で、こちらがですね、そのレーザー併用で取った脂肪、これから処理して運命に注意します。